もう皆様だいぶお待ちになっていると思いますので、早速ですけれども出演者の皆様お呼びいたしましょう。皆様拍手でお迎えください。市川太一、えのき純也、白井雄介、あれ人狼じゃん、ラッキー、トキ俊一、おおのれんをねやってる、中村修吾、おお物騒だな何蹴ってんの、何だったんだろうあれ、おお、うん、狼はねちょっと背低いっす ね、 ね、そうそう野上翔ここにいるやつだからあ俺と被った、俺と被ってる、被ってる、被ってる、同じことやってるよ、畑中タスク、脇だったら着ろよ、着ろよ、確かにね、花江夏樹あれさっきと違うマスクだ、いやいやいや、バーっておかしいでしょ、鳥山先生、鳥山先生じゃん、鳥山先生、鳥山先生じゃん、原稿の方は浜野大輝、おおおおお、危ねえ、危な古川誠、ナイスボール、あ、お尻、おお、やっぱよく、やっぱよくわかんない、わかんない、よくわかんない、世界観があります、八代拓、あ、ちょっと被ってますね、まだ影だよ、被ってますね、まだ影、赤子だ、赤子、なめくじ、なめくじ、イグアナ感がすごいな、なめくじだ、なめくじだ、赤子だ、なめくじだ、塩かけろ塩、赤子だ、それは何、角、完全なめくじ、耳、何、なめなんだよ、もう今の手応えねえじゃん、わかんねえよ、山谷義隆、おひょっこりはんだ、ひょっこりはん、おお使うね行くなら完全にかぶれろよ、なんだろう、何やりてんだよ、無邪気か、なな今何、何はもういいよ、何はい、くっつけよ、なんかかわいいな、はい、以上の皆様です、皆様今一度大きな拍手をお願いいたします、よろしくお願いします、ありがとうございます、それではお一人ずつご挨拶をお願いします。市川太一さんからお願いします。はい、初日で昼の部は狼に噛み殺されましたので、今回はね生き残りたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、昼の部は、1人目の犠牲者となり一番最初にいなくなりました。今回は生き残りたいです。なぜなら僕を見に来てくれた子猫ちゃんたちのために活躍したいんで、お願いします。するすげえ似合わないな、ね、今みんな殺さないでね、それみんな殺さないです、ちょっと仲間にして逆にこっちから反感買うかもしれないですね、ね、逆にね言っとけばよかった、まあ、さっき楽屋でも言ってたけどねそれね同じやめてちょっと受けたからってリハの前にやろうと思った楽屋リハなの、俺それで行くわっつってたもん、はい、白井雄介でございます。僕もなんだかんだ2日目の夜にもうねやられちゃってるんで、もう今度はもうやり返してやりたいと思います。やり返してやりたいと思います、やり返してどういうこと、もう噛みつきますよそれは、もうえルイス・スアレスのごとく噛みついてありますよ4年前、ね、4年前だ、じゃあファールで、はいはいはい、アルゼンチンのね、はい、開くじゃんということで、夜も皆さんよろしくお願いします、はい、ファスナー全開でいきたいと思います。
はい、昼で人狼をやりました土岐俊一です。僕のようなねよく喋る人間は本当に普通の人間の時に進化を発揮すると思うので、今回は生き生きと喋りながら盛り上げたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。中村修吾です。本当にマジで人狼のこと僕大嫌いなんで、マジで物理でボコボコにしたいと思います。さっきのは人狼だったんですね。そうです、相手人狼対人狼でこうボコボコにしてたんで。なるほど、まあ、イメージはバッチリです。よろしくお願いします。お願いします。はい、皆様こんばんは、野上翔です。夜の部も自分に正直に生きていこうと思います、うん、よろしくお願いいたします。いやぶっちゃけ楽屋の空気感だったらこれ絶対俺殺されるんだよなマジで。いや昼の分にちょっと嘘ついちゃったんですけど、でも本当に俺なかなか嘘つく人間じゃないから人間なんで普通に。よろしくお願いします、畑中です。嘘つくの楽しいって言ってましたよね。そうよね、言ってたって言ってた。本当に素直に生きるのが一番いいよやっぱり。そうだよ人間って。先生声が、先生マイクそれいける？入ります声先生人狼よりもヤバい存在なんです。表情が読めないよ。第三勢力みたいな。昼の部はね、声作ってる人間側で勝ったんでね、夜もね、皆殺しにしますよ。怖い怖い。誰だよ、どのポジションだよそれ。マッドサイエンティストだ。怖っ怖っ。病院、病院、変性期まで入ってるのか、ガスマスクは。あとはね、大地くんがやっぱり可愛いね。どんだけ好きなんだよ。同一人物だ、同一人物。狙われてるよ。体気をつけた方がいいよ。ガスマスクの人に閉じ込めたい。危ない。やばいやばい、やばいよ。趣味がやばい。やばいな、あの人。表に出ていい人なのあれ。ねえ。オンオフの切り替えが激しすぎる。もういいの次って。名前はスイッチがもう切れてますね。きっと名前はいいんですね。いいんだね。あ、そうですね。はい、浜野大輝ですですね、昼の部ではちょっとこうなかなかね、人狼初心者のあれを発揮してしまったんで、ちょっとねもう1回減ってますから、もう負けないです。今回は勝ちを狙いにね、負けられないんで勝ちを狙いに行きたいと思います。同じこと2回言ったね今ね。負けられないんでよろしくお願いします。お願いします。古川誠です。昼の部ではなんだかんだと役目を全うすることができたので、今回も役目を全うできたらいいななんていうふうに思っておりますので、何卒何卒よろしくお願いいたします。皆さん、知っていますか。昔狼に育てられた子供というのがいるんです。狼だって話し合えば分かり合えると思うんです。この人狼ゲームを通して人狼と人間は分かり合えるんだということを、常識を覆すような人狼ゲームを。何を言ってんだ。自分で突っ込んじゃったよ。そうだね、自分手に帰れ。どこまで行くのかと思ったら、これ終わったら帰ります。はい、今日は楽しませてください。楽しんでってください。よろしくお願いします。楽しませてください。どういう立場だね。なんだお客さんだろうな。お客さんに何求めた。どうも僕です。あれはもうキャラ元気やばいよ。昼の部ではね、真面目な方向でやらせていただいたんですけど、人狼にはいろんな楽しみ方があると、いろんな戦い方があるということを僕は訴えていきたい。初めてか。これ唇が震えてる。訴えていきたい。でもそれは僕だけの力では。なんでその演説っぽいの。珍しいテンションだったね。やり遂げることができない。落ちる、このまま行ったら落ちるよ。どこの駅前だよ。ああ落ちる落ちるよ。落ちる落ちる落ちる。ちょっと進みすぎじゃないか。皆さんの力を、清き一票。一票一票入れていいの。一票もらってやめろ。こういう制度ない。投資する側だよこっちは。じゃあ入れてあげようよ。一票入れられたら負けんだよ。そうだよ。俺このテンションの時一回見たことあって、全身ローションの仕事した時このテンション。全身ローションと人狼一緒だよその仕事。決死のね。
喋って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 、はい、ありがとうございます。今回 DVD の人狼バトル人狼 VS 魔法使いで出演されたメンバーに加えまして2名加えさせていただきました。総勢12名でのバトルとなります。皆様にはイメージカラーがついております。左手のリストバンドをぜひ見せてあげてください。こちらのイメージカラーでですね、後ほど何かあるかもしれないので誰がどのカラーなのか覚えておいてください。そして、先ほど皆さんも言ってくれましたが本日昼の部がございました。昼の部はですね、大変面白いステージになりました。今回もまた違ったステージが見れると思いますのでぜひ皆さん楽しみにしておいてください。畑中さん、浜野さん、どうでした昼の部、一回やってみて。いやもうまんまと騙されましたよ。騙されました。いや騙しましたよ騙した側と騙された側と、悔しいですね、なるほど、本当に悔しいんで、はい、でも次本当に俺全然嘘なんかつかないですからね。いやもう顔がうざい顔がうざいは関係ない。顔がうざい、あなたの悪口だよ、はい、そうだよ、下っぺろがしょうがないしょうがない。そして白井さんは人狼を脱されたということで。そうですね、 DVD3 回連続人狼だった白井さんが、先ほどやっと脱されたということで、もう今回また新たにね、新たなステージを、見せていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、皆さんですね、追放されてしまいますとこのステージからいなくなってしまいますので、うん、そこだけお気をつけいただければと思います。はい、ということで今回も皆さんには人狼バトル戦っていただきます。知力の限りを尽くしてください、はい、それでは人狼バトル基本ルールを確認したいと思います。今回の人狼バトルですね、今までの DVD 同様設定がございます、なんと今回はルール説明と合わせまして出演者の夜、はい、朗読ドラマでご紹介したいと思います。はい、それでは皆様準備の方よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。なんか1名ね話せるのかみたいな方もいらっしゃいますけどね、まあまあまあ、見えますか、はい、大丈夫、足元見えないかもしれないので皆さんを連れてっていただいてあげてください。大丈夫ですか。はい、大丈夫。野上君は優しいなあ。よかったです。もう、ね、セルフ音声加工いいですよ、はい今舞台上では準備をさせていただきますので少々お待ちくださいませ。ルールとですね設定を朗読でお伝えするという新しい試みをやっております。皆様楽しみにお待ちいただければと思います。ちなみにニコニコチャンネルライブ配信をご覧の皆様、一旦ここでお別れということになります。皆様とは朗読ドラマの後にまたお会いいたしましょう。あれなかなか準備が進まないな。マスク問題かなこれこれ昼にあったんですよ、マスク問題っていうのが。何のことか言わないんですけど、マスク問題がありまして、あ皆さん出てきました。もうちょっとです、もう少々お待ちくださいね。皆さんお待ちいただければと思います。マスクをですね、いっぱい持ってるんですよって話を先ほど聞きまして、すごいですねと言ってちょっと引きましたね。でも実際に見たら本当は面白いかもしれない。あ準備がよろしいようです。それでは朗読ドラマスタートです。見事な警備体制です。いかにも私の正体は怪盗太一。まんまと追い詰められてしまいましたか。でもこれで勝ったと思わないでくださいね。なぜなら怪盗が一人とは限らないからさ。怪盗純也様参上。これは俺からのプレゼントだよ。ああ派手にやってんな。俺おとりにあんな金かけらんねえわ。でまだかよタスクちゃん。ごちゃごちゃうるさい。今警備システムをハックした、システム復活までは30秒。29、28。やるじゃん。まあこのくらいできて当然っつーか。いいから早く行けよ。残り25秒だ。10秒で抜けてやるよ。そろそろですね。お待たせ、お宝ゲット。ちぃ、予定より3秒遅れた予告通り禁断の宝石人狼の涙はいただいていきますよ。純也デレレデデレー、純也ヘリコプターをご利用いただきましてありがとうございます。じゃあな警察の諸君。やあ
ありがとうございます。怪盗純也、タスク、ショウ、取り返した品は本物に間違いありませんでした。約束の報酬は指定口座に送金済みです。オークションに出される盗品を持ち主に返すためにここまでさっきそんな感じなんだっけ。なんかちょっとなんか全然登場と違うんだけど何それ。義賊も大変だね。今回のお宝はどうしても一人では難しくて、俺たち怪盗専門のタスクフォースをインターポールが投入してきたから、これからもっと困難になっていくんだろうね。なんて何言った聞き取れなかった世界を股にかける天才的な怪盗が12人も現れたらそりゃ本腰にもなるっつーの。だから俺たちもつるんでみたわけだけど、こんなに息が合うとはね。意外だったが、ショーの盗みも術に鮮やかだった。え？そんなの別に当たり前だし。タスクが褒めるなんて珍しい。これからもいい関係を続けられるといいですね。そういえばさ、なんか他のあのそれのボケナスどもが、あのボケナスどもが予告してた犯行時刻ってそろそろじゃない？そうですね。無事だといいんですが。いや、予告状出したら必ず盗み出すってのが怪盗だね。心配ないよ。お、ほら、噂をすれば臨時ニュースだ。結果はどうかな？なんだと？何開くか。伝染してる。しまった。なんてな、脱出ルートは確保済みそう。お宝は怪盗誠様がいただいていくだ。の、陽介。ボケナス。あ、じゃな、誠、久しぶりじゃない？元気してた？あんたもここでお宝を狙ってたの？知らなかった。私ったら他人の予告とか全然チェックしないじゃない。知ってたらバッチリキラキラメイクしてきたのに。あ、てかそっちから来たってことは向こうからお手が来てるってことかしら。そうだよ。え、あとそのメイクは、すごいフンフンしてる。いや、えじゃあもう脱出ルートが台無しじゃない。それこっちのセリフだよ。このままじゃハサミ撃ちになっちゃうよ。どうする？怪盗がニアミスでお縄になるとかやってられないわ。私は逃げるわよ。どうやって？もうあの天窓に手が届けば。ああ、携帯落としちゃった。このロープに掴まれ。怪盗バイク。パパ。巻いたみたいだな。助かったぜ大樹。運が良かったな二人とも。たまたま次の仕事の仕掛けをしててね。借りだなんて思わなくていいよ。何言ってんのよ。私は義理がたいのよ。困ったことがあったらいつでも言ってちょうだいね。デレあり。二列目から飛び出していくのが上手です。困ったことね。困ったことね。困ったことはあるんだが、それは君たちも同じなんだよ。ごめん、何のこと？聞いとけ。説明する前に、ちょっと聞き耳立ててないで出ておいで。そこのイカ。気配を消してたためにあっさり見つかってしまった。さすがライバルを消す計画がパーだ。なんて言ったの？あんたも大概よ。イカさんが回答をしたか。不意打ちは卑怯だよ。それにまだこの二人は予告状のことを、この二人は予告状のことを知らないんだ。そうみたいだね。さっき予告状が国連本部に届けられた。瞬く間に
ネットやテレビは大騒ぎさ。いわく6月2日18時、うん、究極の怪盗の名誉を得るため、人狼王の王冠をいただきに上がりますと。命知らずなことね。問題はここからなんだ。予告状の枚数は12枚、差出人は巷で話題の怪盗12人、つまり僕たちのことだ。うん、私はそんな予告状出してないわよ。僕もだよ。だから予告状は偽物だ。そう、そしてこれは罠だ。僕の情報網をもってしても差出人は特定できなかった。つまり世間は偽の予告状に騙されて、あ、怪盗バトルロイヤルが始まるって盛り上がってるわけか。人狼の王冠盗んだやつが究極の怪盗。いいね、面白いよ。戻った、戻ったし、何を食べてたの今までずっと。イカ、イカ。それでクンクンしてたのね、隣にイカが来たら。まあとにかく同感、私もこのお誘いに乗るわ。誰が何の目的で仕組んだ罠かは終わってみればわかるでしょ。君たちならそう言うと思ってたよ。でもその考え方は嫌いじゃない。いい感じだね。仕方ないな、やるからにはファミリーのためにも、そしてみんなのためにも、何としても人狼王の王冠を盗み出さないと。楽しくなってきたぜ。ええかい、怪盗タック怪盗シュン一。人狼王の王冠っていうのは19世紀に発掘された獣人王国のピラミッドから見つかったものなんだよ。マジマジマジで。陸軍の司令部本部の最上階の地上200メートルに保管されてるしょ。そんなの決まってる、危険だからだよ。だろ山谷よし、怪盗夏希。ああ、獣人王国っていうのは人狼が治めていた王国で、人類の天敵なんだ。そして人狼王の王冠には獣人の王国を復活させる力があるらしいで。お前獣人が言えてねえぞ。え？ねえ、そういう展開なの？楽しく遊べなくなるとか超無理。そんなおとぎ話のために俺たちは下調べに駆り出されたというのか。そこだよ、元弁護士。おほえなあ、わけあって怪盗やってんだろ。えおほ、まあたとえ眉唾であろうとも、人狼王の王冠は国連の決定によって軍司令部で厳重に保管されている。それだけでこの伝説の何割かが真実だと思えてこないかい。でも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 夏樹、真実だとしたら笑えないかな。一旦戻しましょう、一旦戻しましょう。そうだ、俺たちの世界には笑うことなんて許されてなかったんだ。そうだな。ただまあ実際笑えないのはね、どっかのバカ野郎がね、仕掛けた罠にこんなに手間をかけさせられた挙句、正体が分かんないことがね、聞かないんだよね、私は。いや、ほんと仕掛けたやつをとっ捕まえてね、仕掛けたやつをとっ捕まえてね、こ仕掛けて、おい、なんこしえて、こしえて、こんな風にしてやりたいね、仕掛けたやつにとっ捕まえてね、私やり。ちょっと気持ちいい、ね、まずこんな感じかな、
まあ理由はどうあれ下見に来た甲斐はあった。あそこに単独で忍び込むのは無理だって分かったのは大きいな。だよな、シモン。おほ不本意だが、俺たち12人が手を組めば司令本部のセキュリティを破れるな。そうすればあとは平等な条件で人狼王の王冠の争奪戦が始まる。その争奪戦で勝てば誰が仕組んだかわからない究極の怪盗の称号をもらうってわけだ。称号は俺のものにする。え、大丈夫か。大丈夫、俺のものにする。な、俺も負ける気一切ないけど。いや、でも少し意外だな。俊一ってそういう称号とか興味ないタイプだと思ってた。そうだね、修吾みたいに正義感に駆られてやっているってわけではなさそうだけど、俊一も名誉や金じゃない何か大切な目的があって怪盗をやってるのかと思ってたよ。おほなつき。あ、なんだい。おほなつき。なんだい。なんか気に障ること言ったかね。ワイが怪盗してる理由なんてどうでもいいだろ。わざわざ口にするなよ。うん、確かにどうでもいいね。でもそういう本当は心が優しい感じ僕は好きだけどね。ありがとう。イチャイチャすんなつ。それで俊一がどうしても称号が欲しい理由って何なんだ。その称号を手にすればあの人も絶対に俺に笑顔を向けてくれる。そうなの。続けて。今まで何の取り柄もなかった俺だけど、世界が認めてくれるような称号さえ手に入れればきっと振り向いてくれるはず。そう、一目見てあの人は俺の女神だって思ったんだ。あ、そうなの。そういうもんなんだね。さあ各自ミッションを遂行後現場から離脱。次に会う時は本番だ。運が良ければ人狼王の王冠の前で会おう。運が良ければ。運が悪くてもだ。足を引っ張るなよ。もちろん任せとけって。ああ、行こうぜ。おほ。この後真面目にやるの嫌なんだけどな。姿を見れば色褪せていた世界が光に満ちた。声を聞けば音という音にみずみずしさを感じた。あの人がこの世界にいるという事実だけで俺は生きる意味を見出すことができた。あの人に近づきたい。嫌でも見守っていたい。ああ、なんて愛しいんだろう。ああ、怪盗ユウスケ参上。人狼のティンティン、いただくわ。怪盗まこと参上。人狼って美味しいのかな。怪盗大吉参上。さっきはジョークみたいな感じになっちゃったけど、本当に家族のために頑張ろうかな。怪盗吉高参上。イカ参上。こんばんは。どうぞ。怪盗助け参上。空気は読むものじゃない、吸うものだ。怪盗太一参上。可愛いって言うな。可愛い。怪盗純也
もう開始から36分経ちました。あ、早いね。よろしくお願いします。怪盗ショー参上。俺の方が可愛い。よろしくお願いします。怪盗俊一参上。さっきは途中まで騙してたんだけどね、今回は見抜きますよ。はい、怪盗タク参上。野上も、はい、太一も、はい、どっちも可愛いよ。言いそうなんだよな。怪盗参上。怪盗集合参上。絶対に狼の野郎を見つけ出して俺の手でボコボコにしてやるぜ。人狼の狼はこの子の戦は成功だったよな。ええ、セキュリティを無力化し、俺たちは陸軍司令本部ビルに侵入した。楽しいチェイスだったわ。全員この部屋に入ったのはほぼ同じタイミングだった。明らかにその瞬間を狙われていたな。完全に閉じ込められた。嫌な予感しかしないね。この後何が起こるんだ。ここまでの出来事とここのデータベースを解析して明らかになったことを整理しましょう。今回の発端となった予告状を出した死亡者がこの中にいる。その正体は獣人王国を治めていた人狼王の末裔だろう。人狼王の王冠を取り戻すために僕たちの力を利用したわけだ。王冠の赤い宝石が2つ輝いている。これは人狼が2匹いることを示しているのね。そして、紫の宝石も2つ輝いている。これは人狼王の王冠に近づいたことで遺伝子が隠れていた獣人の血が目覚めた者が2人いることを指している。そいつらはもう俺たちを裏切って人狼に味方する気満々だろうな。不幸中の幸いは裏切り者と人狼が互いの正体に気づいていないことだね。はい、これから始める、話し合いによる戦いは、かつて俺たちが人類が、獣人王国を滅ぼした最後の戦いの最後だ。何も入ってこれ。獣人の血を引いていない8人のうち3人には王冠と一緒に保管されていた杖の力で預言者、霊媒師、ボディーガードの力が授けられた。エブリデイ、そう毎日、多数決で人狼とみなされた者はこのフロアの個室に監禁させてもらう。夜に人狼に襲われた者もそのしもべにさせられる恐れがあるから同様だね。人狼を2人とも監禁できれば俺たち怪盗の勝ち。逆に、人狼の人数が俺たちよりも同じかそれ以上になったら人狼たちの勝ちでございます。潔く人狼王の王冠を贈呈いたしますと。最後にね、この戦いはあそこのスクリーンで中継されてるんですよねえ。はい、怪盗の何かわいいね。戦い方を皆さんしましょうね。かわいい。心の声がでかい。時間だ、戦いを始めよう。集合から順に一人ずつ覚悟の言葉を聞かせてくれ。わかった。まず右ストレートでこう人狼から来られたら俺はこう左に避け、それに合わせて左フックをかましてやる。以上だ。みんなね、
アッシたちのこと応援してくれよ。おとなしく応援してくれよ。隣の人にその光ってるやつをぶつけないようにね。うるさくすると食べちゃうぞ。そうそう、あの一つ言い忘れてたんだけど、二人も可愛いよ、二人も可愛いんだけど、一番可愛いのは君たちだよ。こんなふざけてんのにみんな頭がいいからね、みんな本当に騙されないでくださいね。ちゃんとついてきてくださいね。多くは語りません。あなたのために頑張ります。もう帰りたいです。おい、帰りたい、頑張れよ。これ終わったら帰っていいよ。さっきは初日で何も言葉を発さず帰らされました。なので今日応援してくださってる皆さんのために一日でも長く生き残ります。可愛いって言うなバーカ、マジでやめろ。俺にもええやで。もうお腹いっぱい本当。だね、人狼イズパーフェクトゲーム、働かイズパーフェクトヒューマン。拝啓、故郷の母上様へ。僕は今人狼か人間かどちらか追い詰められています。僕はずっとお母さんの肩揉みをしたり皿洗いをしたり、ずっといい子で生きてきたのに追い詰められています。ありがとう、ありがとうございました。人です。吉高へ。パパ、くじけそうになってもパパ負けないで自分の意志を貫きなさい。パパ、パパ、パパとママの子供なんだから。パパ、ちなみにパパも人間です。持ってくなカメラを。吉高お兄ちゃんへ。誠、吉高お兄ちゃんはいつもイカみたいだなってずっと思ってました。もし吉高お兄ちゃんが人狼だったらぶっ殺しておいしくイカを食べたいと思います。人間です。まこ、家族だろ。実は俺、君たちには言ってなかったけども、君たちの生みの親は俺なんだよ。ほら、どういうこと？よく見て、よく見て、ほら、あ、イカでしょ。今日は俺が守るから。ママ。ママ頑張る。人狼バトル、ライズ&ザ・トゥルース、人狼 VS 怪盗。
はい、ありがとうございました。皆様もう一度大きな拍手お願いします。はい、設定とルールなんですが入りましたでしょうか。ちょっともしかしたら分かりづらい点が多々あったかもしれません。それでは出演者の皆様に再度ご登場いただきましょう。皆様どうぞ拍手でお迎えください。ありがとうございます。はい、ただいま。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回はですねすでに役職カードが配られ役職が決定しております。うん、実はそれはオープニングの時からでございました。つまりあの中にすでに人狼が2人紛れ込んでいたということになります。それでは出演者の皆様後ろに12個椅子があります。はい、自分の好きな椅子にお座りください。好きな、わ、ここからもうすでに実は作戦が始まっているかもしれません。人狼同士は人狼同士知っております。ここから作戦が決まりました。あ、よろしいですか。そこでよろしいですかね。はい、決まりました。はい、では今回イベント用のルールがございます。それは国民の声というものです。こちらはですね会場の皆様にご協力いただきます。皆様お手元にライトお持ちでしょうか。お持ちでしょうか。先ほどお伝えした12名の担当カラーというものがございます。ゲームの進行中出演者の皆様が1回だけ一番怪しい人は誰かということは聞くことができます。怪しいと思う人の色を光らせて上に掲げていただきたいと思います。すでにありがとうございます。もうすでにね結構掲げていただいてます。それを参考にするかしないかは出演者次第ということになります。このルールが使えるのは先ほども言いました1ゲームにつき1回です。では一度練習してみましょうかね。今ここまでの挙動もうすでに人狼いますのでね中にここまでの挙動を見てオープニング等々を見て一番怪しいと思う方挙げてみてください。どうぞ。何色が多い。やっぱ緑多いですね。あ、緑、あ、でも今回黄色が緑多い。黄色も多いですね。多いじゃん。あ、でもやっぱ緑ですね多分。緑が多いよ。うん、ってことは花江さんが怪しまれてるんですかね。先ほども緑でしたよね。確かに ね。花江さんは結構オープニング怪しまりやすい。見た目で判断するんだ ね、 やっぱりね。見た目で判断してるんだ。なるほど、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。後でね使うタイミングがありますのでぜひその時よろしくお願いいたします。それでは皆様にですね自己紹介と自分は人狼ではありませんという宣言をしていただきます。それでは左側から順番によろしくお願いします。どうぞ。はい、この席に座ったんですけど正面から熱視線が注がれていてちょっと間違えたかなと思いますが、精一杯それに耐えながら頑張りたいと思います。ありがとうございます。ではどんどんどうぞ。はい、えのきじゅんやと申します。名前言い忘れてましたさっき。そうですね、僕は完全に人間です。本当に何の疑いしてもないんでここに座ったのも清い理由があって座ったんですけど疑われたくないから端に真ん中だと視線集まっちゃうんでね端に集まって最後までちょっとよく分かんないね、うん、もういいかな。分かんない分かんない。次行こう次行こう。念願の人間。うるせえ。ちょ本当に今めっちゃ人間もう人間今人間人間って言った。あ、怪しいね。人間誰念願の人間になれて俺もう心の底から今嬉しくてもう早く人狼を見つけ出してボコボコにしたいんですよ。だからなんだよ吉高刺激しちゃってるよ。まあとにかく、人狼をもうみんなでね人狼を見つけ出しましょう。よろしくお願いします。はい、八代拓です。この村の人狼を、暴き出すために今日は来ました。よろしくお願いします。なんもないの。白井雄介です。まあ昼でもそうでしたけどもこう人をやることがこれだけリラックスしてできるのかっていうのが今も実感しておりますので人をやる人をやるのが人をやる人間をやれるのがねリラックスしてやるみたいな。いや昼人間だったでしょうよ。怖いわ。もうだから、夜もねリラックスして楽しみたいと思います。よろしくお願いします。はい、浜野大輝です。人間代表としてですね代表もう人間代表としてもう皆様に一つ言っておきたいことがあります。人狼をあぶり出すにはもう皆様の力が必要なのでもう
何でも、もうあいつ怪しいと思ったらもうガンガン言ってください。もうえいいの、あいつ怪しい、1回だけじゃない、あいつ怪しい、もういやもう声で、もう声でね、あ 言ってください、お願いします。ダメですよ、ダメだよこれ、ダメダメ。はい、市川大地です。先ほどは、まんまと噛まれまして、よくもう人狼とかはよく分かりません。うん、ルールとか分かんないし、やつれた、え、どうしたの、もう本当ね、何したらいいか分かんないんで、ちょっと今日は見てます。よろしくお願いします。僕は人狼ではございません。よろしくお願いします。はい、岸俊一です。去年の収録の時は3回連続で、人間だったんですけれども、初めてよりにもよって人狼をやるのが、イベントの時とは思いませんで、もう本当に気が気じゃなかったです。そこから解放されたこの気持ちを全力で皆様を煽りに行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。私は人間ではあり、あ、人間ではありません。早く人間になりたい。私はもうロックオンされますよ。見てるよ、やばい、ロックオンされてる、見てるよ、イカが見てるよ、すごい顔、イカが見てるよ。私は人狼ではありません。よろしくお願いします。あの顎、顎どうしたの。いやー、畑中です。いや、本当に昼がね、ちょっとうまいこと嘘つけすぎて、またこれすぐ殺されるパターンなのかもしれないですけど、本当に楽屋行ったら信じられないほど暇です。うん、いやだから本当に物を食うなり、何かカロリミットファンケルをひたすら飲み続けるなり、なんかそういうことしかやることないから、お願いだからちょっとここにいさせて、ここにいさせてね、お願いね。はい、野上翔でございます。ね、この晴れやかな顔わかりますね、皆さん。私は人狼ではございません。よろしくお願いします。最近髪を切りました。僕は人狼じゃないです。古川でした。一つもうこの時点で座った順番で分かっていることがある。名探偵か、あちらの4人、うん、入ってる、嘘つきしかいない。いや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 、お前、座り順を見てくれ、みんな、お前、本当だな、お前、男の並びを、なんでだよ、今推理パートじゃないから、すいませんでした。早いな、土星論、意気込み、意気込みだから、意気込み、意気込み、八代拓許さねえぞ、お前。え、なんで、なんで休憩中に僕のブロマイドをいろんな人から集めて、自分の弁当箱の下に置いて、最終的に、あれ、山谷君の下にどこ行ったっけって言って、下だよ、下に置いてたんだよ。許さねえぞ、八代拓子、人狼ではありません、すいませんでした。はい、ありがとうございます。では皆様の自己紹介と宣言が終わったところで、人狼バトルスタートです。まず言い訳です。本当にその説はごめん。集めてくれただけで、集めてくれただけでありがとう。なんで僕ら、なんで僕ら嘘つきだと思うんですか。この4人が嘘つきなの。だって日頃の行い、日頃の行い、日頃の行い、嘘つけ、日頃の行い、嘘ついてないよ。なんでさ、そんなさ、あれなの、並ぶの。はで、みんなも思ったでしょ、あそこ、なんでよった、全然思ってないよ、思ってないよ、同じタイミングで行ったんだよ、別に思ってないな。俺余ったから行っただけだもん、ここ、うん、そうか、なんだったら一番に座ってましたね、そこ納得早確かに早かったね、そんなにそこなの、そんなに鳥が良かった、皆さんバーってこっちの方に走っていったから、ね、うん、まあそうなっちゃったのかなと思いますけど、ね、あ、そう。めっちゃ責められてるし、味方がいねえ、ちゃんと謝ってよ、あ、そうだね、ちゃんと謝ってよ、怖い怖い怖いな、すいません。ね、これ昼でも見たな、この光景。なんか昼でもあったな。2回目だよ。出ないな。デジャブ、デジャブ。でも怖いなと思って、発言力高い人がそっちに集まったからさーっていうね。どうだろう、最初の。そんなことないね。そんなことありません。でもさっきの人間じゃありません発言ね。ね、あれはどういう心理なんだろうね。ボロッと出ちゃったのか。完全にもう。
疲れて気抜けちゃった、うん、最初から、ね、疲れて気抜けて本当のこと言っちゃった感じだったんですよね。あ、あ計算じゃあもうお好きに考えていただいて、そうなんだ、そうなんだ、もし、もしね、仮にそれをミスだとしましょう。なんで立つの？もしね、座れ座れ、落ち着け。それをミスだとしましょう。その時に、うん、あ、チャンスだと思ってこうバババッとこう詰め寄った人をバババワッとこう言ってたのはイッチーと浜野さんだなって。あ、なんかこいつを矢面に立たせて、自分らはその影に隠れようみたいな。単純に気になるっていう。そう、僕言ってた？言ってたように見えた。浜野さんだったかな。なんで、あれ、誰かで弱気に言った？本当に俺でした。山谷君も疲れてるね。ねえ、絶好調です。なんかでもこれだけこの人怪しいって集まるのは逆に人間っぽいなっていうふうには思う、まあ、すいません、しょうがないと思いますけどもね。まあ人狼だったらもうちょっと反応行きやすいんで、めちゃくちゃ、まあ確かにね、でも口をついて出ちゃったのかなっていうのもありますけど、まあね、まあ、あるからね、そういうことね。タスク君はマイク持ってないけど、マイク持ってます持ってはいい、持ってる持ってる持ってるよ。喋ろう、喋ろう、なんか喋るできれば、何聞きたい、何聞きたいわ。今どんな感じ、今どんな感じ、あ、今でもちょっと今なんだろうね、なんかなんてかわかんないけど、あの腹の上の部分しか汗かいてないですよね、なんかね。え、その人は気持ち悪い、なんでだろう。タスク君は誰が怪しいと思いますか？ああ、いやでも結構みんないい人だね。みんないい人だよ。そういうコメントじゃない。いいやつだな。皆さんはいい人ですよ。ちょっと待って待って待って。待って。ああ、白井さん、いた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 。はい。こんにちは。こんにちは。え、何何何何何？え、何？こんにちは。いや違う。白井さん、もうそろそろ引くんじゃないですか。いや引かないよ。え、もうそろそろ。もうだって解放脱。みんな待ってますよ。もう脱人狼したから俺はもう。脱人狼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 。え、市川くんさ、結構あの白井さんがそういうの引いた時に気づいてたじゃん昔も。はい。そう、今回どう？リアクションという点でですか？点で。うん、は僕そんなに。昼の部と変わらなかったかなっていう印象でした。リアクションで気になったのは八代さん。へー、聞いた時のね、2回見ましたからね、はい、へー、なんで？なんで？なんで？読んだ？なんで？いや、ちゃんとやっぱ読み間違いがないように。え、でもだから何かあったってことでしょ、そこには。あの、まさかと思うことが。わかんないですけど、人間のテンションではなかったっす。人間のテンションでは確かに、人間だったらさ、一回確認しないもんね。普通の人間ってことね。普通の人間だったら確かに。何だったの何だったの、ヒントちょうだい、ヒント。え、何色？ちょっとあんまね、何色を見下げると、何色、何色、何色、どっちどっちどっち、え、何言って OK ってこと？うん、今、今、ま、ま、でも、一旦、あ、ちょっと、ヤシロさん一旦置いときましょう。挙動がおかしい、本当に挙動がおかしいもん。じゃ、あの、ちゃんとちゃんと人狼を見つけますので、うん、一旦置いといてください。一旦置いといてください。なるほど。これは置いといた方がいいかも。じゃあ、えのきさん聞きたいっす、ね、話。僕、はい、見たんすよ、うん。人って文字が見えて。うん、いや、わかんないじゃん。あ、やばい。わかんないじゃん。わかんない、わかんない。これやばいと思って、うん、ちらっと見たら、間って書いてありました。あー、人間ね。人間だ。人間です。なるほど。人間だ。まあ、うるせえな。悪口じゃねえか。そう。さっきね、あの、どうしても昼の部ね、うん、悔しい思いしたんで生き残りたいって。今日はもう素直に全部。その二人で、そう、ね、何のために生き残りたいんだっけ。え、だからもう、子猫ちゃんたちのために。子猫ちゃん。やっぱり猫ちゃん。人間の勝利じゃないのね。花江さんどうですか？僕人間でしたよ。誰が今。あ、そういうこと？はい。そういう、ちょっと。いやでも、あんまりね、みんなが見てるとこ見てなかったんですよね。でも、そうだな、あいつはおかしいのかな、佇まい。座り方がなんか座り方がどうしたの、何なのあいつ。いや、寝てたでしょ、寝てたでしょ。寝てるよね。寝てないよ。目開いてる？開いてるよ。開いた。いや、君はあれ、なんなのかな、あれ死にたいのかな、あの人。死にたがりだよ、ね、死にたくないよ、疲れちゃった。毎回信用をなくすようなことしかしてない。人間だとしたら、なんでこいつを毎回こんな綱渡りをするんでしょうね。わかりやすい人間でいてほしい。グラデーションでしょ。グラデーション、グラデーション。昼夜とこう来た時の波っていうものを今、じゃあ下、上あれ上なんだ、これ上、上下見てんだけど、ふわふわしてるってことか。あ、
野上さんは目合わせたくなかったもん今はい、とでも今の段階でほぼほぼワンワードすら発言していないように思えてて、確かにそうだね、それはあるかと、それは、まあ見てたってこと、昼もそうだったじゃないですか、私、まあ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 そうですけど、ね、古川君までもそうなんだよね、割とね、まあ、だからもともとそういうスタイルなんじゃないですか、うん、2人、いや違うんだ、だからこそ分かんない、なんか言おうとしたらみんなが面白いこと言うからじゃあ言わなくていいやって放棄しないで、そうそうそう、間が悪いやつ、周吾さんは、はい、さっきあんだけ人狼をボコボコにするみたいな感じで言ってました、急に議論になった途端、うん、ちょっと静かに、ちょっと待って、絶対俺にあのヘイトを向けない方がいい、なんで俺マジで物理の力強いから、物理の力、お前やめろ、それダメだろ、イベントでも捕まる、それやばいでしょ、ダメだよ、いやまあ本当に正直様子見の1日目だと思ってるんで、下手に俺のいつものテンションで絶対ぶっ殺してやるとかずっと言ってたらめちゃくちゃ集まると思ったんでこんな感じになってます、なるほど、はい、でも割ともうさっき言ってたよ、うん、割と今もう集まってるだいぶ、で議論、集まってる、うん、今、うん、俺に集まる、なんか怪しいなって思ってた、まあ、現状フラットで見てますよ僕は、うん、はい、まあ、舞台裏でやってたプロレスと、まあ、テンションは一貫してるよね、絶対集めない方がいいよ、ちょっと今のままだとちょっとこれ標語がばらけそうなので、ちょっと絞りたいなって思うんですけど、あと3分、はい、今名前上がってるのが今上がったよね、周吾さん、トト、俺も野上さん、時、まあ、さんも上がってましたけれども、はいはい、俺もそう、あれ違う、それいや疑われてはいない、タスク上がったっけ、上がった、いや、ちょっと確認ぐらいだったね、上がる、そんななんかちょっとおしゃべりはしたよ俺も、いいよ、わかんない、現状ここなんですけど、うん、この中にします、それとも別行きますか、もうこの中でいいんじゃない、ちょっと待って待って待って、もし役職持ちがいるんだとしたら、ちょっとこう、それはさ、役職持ちっていうことだけでも言った方がいいんですね、あ、本当ですか、いいんじゃない、よかったよかった、1日目どうなの、っていうことで言えば僕は役職持ちです、おー、絶対にやめた方がいいです僕は、これは本当にこれからの全ての人生かけてもいいんで信じてください、そこまで、大丈夫本当に、本当人生、お前の人生これからいっぱいいろんなことあるよ、でも俺がここで嘘ついてんだったら、うん、それを投げ打ってもいい、あ、投げ打った、投げ打る、男前、ね、じゃあ試しに釣ってみる、じゃあそれもまあ鬼じゃん、釣ってみて、自分人間側だったら損するんだよ、この一旦を無駄に使うことは僕は利口な人のやることじゃないと思う、じゃあ他の3人はどうなの、なんか思って、俺はもう全然役職持ってないっす、うん、いやでも本当にこれ本当に今素直に人間だし、うん、あ、めっちゃ疑ってますねめっちゃ顔疑ってるけど、めっちゃ疑ってるけど、疑われてるんだけど、いやいやマジで人間なんだよな、これがどうしようかな、どうしよう、こんな嘘つく人間じゃないっすよ、いや、さっき嘘ついてたじゃん、めちゃくちゃ嘘ついたけど、あーやべえ、死ぬ死ぬ、おい、なんか言う前に終わっちゃったよ、あと1分、まだ、じゃあ、僕も今言いますけど、僕もまだ、多分選ばない方がいいとは思います、なんでなんで、みんな言うじゃん、なんでなんで、昼の部と違って俺も役職はごめんなさい今回はないので、なるほど、おこのまま行くとじゃあタスク君か野上か、まあでもね、まあ、役職でもうーんそうですね、もしもしもし、引っかかるのはその役職を持ってますというのではなく、うん、なんか匂わせてるだけであって、そうだね、そう確信ではないんですよね、人狼当てようぜ人狼、うん、いやもちろんそうだけど、そのプロセスそうなんだけど、じゃあ俺たちがだから役職持ってるとは言ってるけど、うん、それの確証がないってことですよね、そうですよね、そのあ、まあそうね、今嘘つける人が4人いるんで、まあそうだね、うんうん、でもあえてその賭けに行ってその人に投票するのかはっていうと、それでは議論が終了となります、ここから投票のお時間となります、お一人ずつテーブルのバラを人狼だと思う方に渡してください、どうぞ、難しい、おお、でも行かないと、うん、
終わんないからね。そうね、情報が全然ねないから。まだ決めない目で判断してんじゃない。いやっぱちょっと目がね、まっすぐな目してたから。じゃあ人間じゃこんな彼に。このまま行こうかな。俺ちょっと気になってたことがあって、この4人の中から投票しますかって言った時に、純也が待て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 、ここに投票した方がいいんじゃないって待て待て待て、小猫ちゃん断言したのが僕はすごく気になってて、ちょっと悪いところの方にからのダークワールドにいる世界なの人なのかなって。ダークワールド、ああ、はい、はい、ありがとう。持ち方かっこいいね。持ち方、はい、誰に習ったの。自己流です。弁論の仕方でちょっと気になってしまったってのがあって、まあ最初の自己紹介でもそういうのがあったんで、僕はトキさんに入れようかな。いただきます。はい、お名探偵が動いた。行こう。名探偵。どこ見た。僕は触感というものを信じてます。全然探偵じゃないじゃん。探偵らしからぬ言葉出たけど。推理してくださいよ。勘じゃん。直感探偵。長年探偵をしてきた中での経験から来る勘です。よく長年やってこれたな。どうだよ。メンタリストじゃないの人。メンタリストじゃない。メンタリストの似てるよね。どっちかというと米津さんって言われますね最近。わからなくはないよ。米やん、米やん、米やん、やめろ、やめろ。投票して。僕は一番最初になんかすごく誰かが祭り上げられる瞬間になって危機としてこうみたいになってたような気がしたんで、浜野さんに清き一票。いや、からのからのせいだ。からのちょっとでもなんか役職の匂わせ方が強すぎたかなと思いました。おー、来たからの聞いたな。確かに。これ直感でもいいんだよね別に。うん、うん、直感でもいいんだよね。全然わかんないけど君だったら一番怖い。確かに脳みたいな立ち上がり方すってたの。確かにな。今考えて、なんか取ってから取ってから考えて、あの中吾がそのジョンヤを指摘した時に、なんかジョンヤでちょっと笑いが起きてるけど、ちょっとなんかなんか不自然さを感じたというか、なので、マジ、なるほど、なんかね、いいの、そうですね、やっぱりこう最初のこう弁論の時の引っかかりを信じて、トキ君いただきます。カードっていうか役決めの時あったじゃん。で市川君の方ちょっと見てたんだけど、次こそは死なねえって息巻いてる人がちょっと遠い目をしてて、へえ。でその後市川君が人狼だったら俺たちはやべえぜって話をした時、ちょっとねこうなんだろう違和感があるなっていう風なのを感じてたんだけど、でもここで かわいそうだ。人狼じゃないよな。俺がもらっとく。マジかよ。それだけで、それだけで渡して投票しましょう。ダメだ。投票して自己投票はマジ、ごめんな、ちょっと持ってるだけでいいから、ちょっと持ってるだけでいいから、ちょっとだけでいい。
いつの間にそんな顔覚えたの？そんな残酷なことある。どんな顔してます？現状は本当僕わかんないんですけど、でもタスク君はあのさっきの部で結構喋ってたらボロが出たんで、あの喋ってほしいなっていう感じは、たくさん喋ってほしいなっていう気持ちを込めて、あとはこう同票にしてみんなの話も聞きたいなっていうので、うんうんうん、冷静お願いします。まあでもじゃあ俺行こうかな。なんかこう今すごい分析してたんですよ、みんなパンツ、パンツ、パンツ、スキニーパンツなんですけど、一人ワイドがいるんです。いる、なるほど、いた。分析じゃねえよ、見たまんまだよ。間違い探しや。はい、すげえな。ラストがトキさん。やめて。あれもワイドじゃない？俺もワイドだよ。ちょっとセミワイド。いや、なんか綺麗、綺麗な、なんか俺の光ってか、お尻してとか、いや違う、あの、いや綺麗です、お尻。いや、なんか分かんない。トキさんの番。え、でも確かにこれ今決選投票なんだけど、そうなんだよね市川くんね、これが人狼だったらやだよね。俺死ぬか。じゃあ俺死ぬか。いや待って、あ、待って。ちょっと待って。市川くんはまだこのね、多分メンバーに必要な存在だから。ごめんね集合。え、あれ、うわ、そっち。それでは投票が終わりました。本日最多得票は中村修吾さんです。追放されるのは中村さんです。僕の中では結構僕に投票した人が怪しいと思ってます。残った皆さん、僕に投票した人は結構怪しいと思ってて結構です。僕はちゃんと、人間のためになる役職持ちでした。だからそのなんかヘイトが集まってたような感じのを利用して、僕にバラを集めた人たちの話を優先的に次の日は聞いてください。お願いします。僕から以上です。人間必ず勝って。それでは中村さんは扉の方へお進みください。バラを置いていってください。本当に必ず勝利してくれ。はい、それでは恐ろしい夜がやってまいります。幕が閉まっていきます。ここからはですね、人狼ゲームを進めていくパートと幽霊タイムといって、こちらのですね進行をさせていただきたいと思います。このですね、人狼が狙いを定めているこの間に先ほど追放されてしまった方とおしゃべりをしたいと思います。どうぞ皆様拍手をお迎えください。ありがとうございます。ありがとうございます。はいはいはい、はい、こちらへどうぞ。こちらへ。早くもこちら来てしまいました。そうですね、なんかこんなに早く役職持ちだと明かしてこんなに早く票が集まると。はい、まあ、なかなか珍しいことではありますけれども、そうですね、皆様にですね、もしかしたら正体とか分かっちゃうかもしれないので、はい、これ以上ちょっとゲームの話はちょっとやめておきましょうか。わ、ねはい、かりました。はい、皆さんもですね今必死にゲームをやってます、ね、はい、後ろでやってます。今ちょっと声が聞こえますけれども、ゲームマスターがゲームを進めている段階でございます、はい、先ほど昼はどういった展開でしたか？昼は、はい、やっぱなんだろう、あんまりこう情報がない中、はい、話を進めていくっていうのがもういつもの通りなんですが、はい、まあそうですね、どういう感じでしたか？結構こちら的には面白かったなという体感あったんですよ、見てた方的には。ま、分かんないですよね、役職。分かんないです、今全く分かんないです。なるほど、はい、そう、やってた感じはどうでした？僕はもう皆さんと本当に同じ立場でやらせてもらって、はい、なんだろうな、やっぱ
こう話す情報をいっぱい出してくれる人、はいはい、こうまとめてくれる人、はい、あんまり喋らない人っていうのが出てくるんで、ちょっとね1日目はやっぱり判断材料に欠けるところがあるので、結構当てずっぽうというかね、ここはもう山皆さん山間になってくると思うんですけど、直感的なとこありますもんね。普段人狼ゲームってされるんですか？まあなんかお仕事でイベントをこういうイベントで、お兄さんもプライベートは特にそんなに、プライベートは特にそんなにやらないですね僕は。なんか嘘つくのが得意とかあるんですか？僕はもう嘘本当に大嫌いなんで。大嫌いな、どっちかというと大嫌いの方。プライ人狼では、うん、積極的に嘘をつかせてもらうことになっちゃうんですけど、うんうん、なるほど。やっぱプライベートでは、まあね、そうですね、うん、一回も嘘ついたことない。なるほど、はい、素晴らしいな。そうなんですよ、一回も嘘ついてない。生きてきてこの方、生きてきてもう29年生きてるんですけど。あ、29歳なんですね。29年間でもう一回もないですね。あ、一回もない、はい、すごいことだ、うん、すごいこと。ああ、では2日目が始まります。見てみましょう。それでは2日目の朝がやってまいります。皆様目を開けてください。目を開けてください。ああ、マジで寝そうだった。昨夜人狼に襲撃された方を発表いたします。昨夜人狼に襲われたのは、野上翔さんです。野上さんは扉の前にお進みください。一言も喋ることができません。それでは人狼バトル2日目スタートです。うわー、野上君、おはようございます。おはようございます。野上くんって役職持ちは言ってなかった、ね、持ってないって言ってましたね。野上とタスクが持ってない、持ってないって。だからおそらく、じゃあ俺持ってない、俺も持ってない。ちょっとやめてもらっていいですか？持ってないかっすか？それやめてもらっていいですか？マジで。そうだね、わかんなくなる。あの役職持ちがあの浮き彫りになっちゃうね。ああ、そうだ、持ってないっていうのやめてほしいです。はい、あれどっち？あいつで多分人狼側としては裏切り者を噛みたくないっていうのがあって、役職を持ってないってカミングアウトしたお二人のどっちかを狙ったのかなっていうのが。なるほどね、はい、ああ、そっか。でもこの周吾は役職を持ってるって言ってたということを。なんでそんなこと選んじゃったの？周吾に投票したのは誰でしたっけ？3人、うん、でもトキさんは自分は決め手の一票だったじゃないですか。結構重たい、みんなこう決選投票みたいな感じにしなかったのはもう本当に疑わしかったからですか？ってこと？ちょっとずるいんですけど、あの昼の部僕周吾と人狼やったじゃないですか、はい、その時にちょっと、ま、なんか周吾とやってる最中の癖じゃないですけど、なんか匂う、うん、こうなんかんーっていうのが今回の周吾からもちょっとして、あ、なんかあるだろうなっていうのもあったっていうのが一番の決め手ですかね。なるほど、やってみてその雰囲気が人狼の時と一緒だったっていう、ね、似てたんですよね。なるほどなるほど。裏切り者だったのかな、人狼ではなかったんですかね。ちなみに、はい、あの人狼だった場合は霊媒の方出てきていただいて構わないんですが、出てきてないってなると人狼じゃなかったの、周吾さんが霊媒だった可能性と、人狼が、今回釣れなかったっていう二択ですかね。白っぽいね。でも周吾は白っぽいな。なんで卓は周吾？俺ちょっとまあ俺が投票した段階ってそんなにばらけで2票の人もいなかったぐらいだから、うん、結構早い段階だったんで、まあ、そんなに票の重さ的に言うと正直まあまあ理由も自分の中にはありつつ投票したんですけど、うん、まあでも最終的にはちょっと多分あ白だったかもって てか多分白、投票して多分白。白井さんは？俺もそうだね、まあ、確信はなかったんだけど、はいはい、なんかそのまあ行った時にまあジョンヤに突っ込まれたのがあって言ってたのがと笑いが起きるけど、いやなんか、うん、まあ正しいのかもしれないけど、はい、さっきの昼の会のそのなんだろう
やっぱ感じとちょっと似てたというか。ああ、じゃあトキさんと似たような、まあそうだね。でもまあその段俺の段階でもまあなんていうか、確信はやっぱなかったというか、本当まあでも2票だったんで、まあ、直感というか。そうか、トキさんが決勝票というか決定打を打ってしまったので僕は疑わざるを得ないんですが、ちなみに先ほどあの候補に上がった際に役職を持ってるような、言い方をされてましたけども、今この場でもまだカミングアウトはできない状況ですか？セオリー的には言えないかな。なるほど。で、まあその決選投票になるっていう3人、僕と、タスク君と、シュウゴ、はい、あともう一人いた？3人だけだったっけ？そうですね。と野上か。はい。その3人、うん、でなった時に、まあ俺が、まあ、正直だからその、まあ、役職にはついているから決選投票っていうそのリスクをちょっと負いたくないなっていうのがあったので、僕はシュウゴっていう風に選びましたね。でも最初に死んでもいいって言ってたのは何だったのじゃん。もうあの時は俺自分で、俺なんで人狼って言っちゃったんだろう、あ人間って言っちゃったんだろうっつって、そこでも どこまでもテンパってしまいまして。なるほど。あとこのままだと進まない感じするんで、もしよろしければ預言者の方に出てきてもらいたい。預言者占い、このタイミングで出てもいいの、うん、預言者いるのかなお前ってことか。匂わせてる、匂わせてるやついるぞ。あれあれすげえ匂ってくるぞあいつから。預言者集すごいぞ、うん、このタイミングで出てもいいのかな。呼ばれてる？いや、え？あれ？今まさかそれであのモードだったの？今呼ばれてる？僕まさか預言者モードだった。預言者モードだった。まあ呼ばれてるかどうかは、まあ、預言者なのにあんなに最初ブースト、まあ、確かに預言者だったらあんなになるか？いや預言者なんですか？今ヒーロー出てきてほしいな。マジで？はーい。守ってよ。守ったよ。守ってよ。ボディーガードね。守ってよ。守ってよ。これからね。誰占ったの？誰？一番最初に花井くんを教えてもらって、うん、花井くんは人間だったの。うん、うん、で、役職があるってあなた言ったね。まあ、ん？ん？ん？集合。いや、役職さん。タクちゃんも言ったよね。あ、それっぽいこと言ってましたね。言った、うん、で、言った。言ったよね。で、タクちゃんを見させてもらって、タクちゃんは人間だったの。おお。なるほど。おしまい。現状で進まない。現状でだから。いいですよ。全然進んでない。はい、多分裏切り者だと思うんですけど。マジで？いや全否定ということ。裏切り者。なんで？なんで？理由としては。理由として。まあ、写真を人の。あ、ちょっと失礼。まず聞きましょう。支援じゃん。カメラで遊べない。いいな。どうぞ。まあ、これを見ながら聞いてほしいんですけど、彼があまりにも強く主張したからって渡したのは。自分がまあ預言者っていう強い役職を持ってるので、あ、なんか預言者っぽい出方をしたから、うわ、嘘なのかなと思って一票投じたんですけど、ちなみに最初に、まあ、占ったというか教えてもらったのは白井さんで、うん、白で白、2日目に占ったのはトキ君で、狼です。え、狼だったの、はい、マジか。いや、なるほど。だったので、ま、そうなるとやっぱり集合への投票がすごく合点がいったので、うん、まあ、あの投票があったから俺はトキ君を占ったんですけど、うん、最初は山谷君を占おうと思ってたの。どうして？いや、どうしてって、まあ、それは今までの自分のそのなんか顔を思い出してもらえれば。どうして？なんかじゃあ黒だったの面白いな。すいません、はい、だとしたら、狼が占えたわけじゃないですか、はい、だったら結構早い段階で最初にもう見つけましたって言いました。言いたかったんだけど、はい、だ俺これ多分出なくてもトキ君が釣られるんじゃないかな。それはさ、ヤシロ君が占ったのもやっぱ怪しいって思ったから。もちろんもちろん、うん、てかだってみんなびっくりしなかった。まあそうだね、うん、まあすごく占った理由は分かります、うん、タイミングはタイミングって何ですか。タイミングは多分君と一緒でも、山谷くんが、それ何山谷くんが、あられちゃん止まれヤシロさんを占う理由がちょっと合点がいかないところがあって、僕はもう一番最初からこっちが怖いなっていうのがあったんですよ。まあ組まれてたら怖いなって怖いあと怖いなってそのまあ出なかった理由は、うん、彼がやっぱりその釣られた時に白っぽいなと思ったんで、まあ守る人だ
った場合出たくないなって思ったのも一つ。なるほど、あります。あーどうしようかな。というか、僕は本当に予言者だったら、まあ霊媒師がいるかどうかわかんないけど。あーもう、いや、あと1分、あと1分、あと1分、霊媒出ますか、そしたらもう霊媒師、マジかよ。いる霊媒師が集合の可能性もあるってことだよね。ああ、そうね。もうここで出ないでも、そこまで続けて出ちゃっていいのかっていうの、そうね、まあそうなんだよね。人狼出てからの方がいいじゃん。え霊媒師もやってんの？掛け持ち？すごいね。嘘、そんなこと言うんだ。現状だとですよ、両方とも気になる点があるんですよ。そのたくさん占った理由と、人狼を見つけて、なおかつだからあのボディーガードだった場合、それはそうですね、はい、それわかるんですけど、どっち？人狼出せてるんだったら結構人狼出せてて、いや人狼出せて喋らせてくれ。もし人狼出せてた、いや何にもわかんない、何もあんま、それでは進まなかったな。投票の時間となります。昨日と同様、バラを自分が狼と思う方に渡してください。どうぞ。まあ占いましたので、信じてもいいですか？俺さっき信じたんだけどな。うん、山谷さんよりは八代の方が信憑性があったからね。そうね、まず態度が悪いよね。まあでもやっぱ最初に言ったその死んでもいいっていうのが本当に人狼だったら言うのかなっていうのがすごいあるの。だからとりあえず嘘でしょ。なんかそうだね、山谷くんはどうしてこう黙っていられないのかなっていうのイベントだよイベントだよ、ね、お仕事をしてるもんね。お仕事だもんね。でもなんか疑わしいなって思ってるのはこんな感じになるから一人くらいいなくなってもいいのかななんていうふうに思ったりとかねしてるんだけど、イベントだよ、3本持ってるもんね。じゃあもう1本ちょっといっとこうか。いやじゃあ俺もいっとこうかな。でもな、裏切り者だと思うんだよね。絶対に言葉のあの説得力のあるイッチーがあのタイミングで預言者出てきてって言って見てたよね。やっぱりあの間は不自然だったと思うの。でも人狼ではないと思うの、あそこのタイミングっていうのは。可能性としては裏切り者だと思うの、タクちゃんは。だから別にタクちゃんに票を集めても意味がなくて、まあ、そんな中でじゃあ他に誰かっていうと、だから占えてないからわからないんだけど、ごめん。
めんね、立っちゃったのに。ごめんなさい、理由はないけど理由ないあんだけ理由ないかただ裏切り者だと思う、たくちゃんは人狼が分かんないんだ、まだいやでもなんか今何本ですか、それ3本4本ですね、4本か、4本、いやでもやっぱり決選投票やりたいよっていうところでちょっと、でもなんか意味ないんだよな、多分嘘つきだから。やべ、俺最後じゃん。え、どうしよう。え、誰にしようかな。そういう楽しみ方。え、今、同じ？そう、同じじゃん。嬉しそう。いややめとけ。一番最初死んだからね、さっきね。確かに。嬉しそう。いや。え、お前。おい、またやってるよ。いや、俺でも。吉高とはデビューから一緒で、ああ初めて吉高がアニメ出る時も報告してくれたっけな、ありがとな。うわあ、マジか、マジか。それでは投票が終わりました。最多得票は山谷さんです。本日追放されるのは山谷さんです。そう、そうなる。バラを置いていただき、扉の方へお進みください。そして最後に一言、遺言をお願いします。拝啓母上様、私は今、人狼か人間かで人狼だとされてしまいました。追い詰められています。せめて決戦投票させてくださいよ。できないかも。決分えのき純也を松台まで呪い殺してやろうと思います。先祖代々今から家に帰って純也くんの藁人形を作って呪い殺してやろうと思います。後悔させてやるから。え、髪の毛怖い。これからの展開をどうぞ最後まで見届けてやってください。やっしろたく。俺も。お昼のあいつを思い出してください。なめずり回すように帰ってくる。怖っ。流しそうめん。そう、流されてる。もう涼しげだね。恐ろしい夜がやってまいります。いや、もう怖いよ、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 怖いよ。流しイカそうめんが。はい、では再び夜の時間がやってまいります。ここではまた人狼ゲームが行われていきます。では今日もですね、追放された方々と楽しくおしゃべりしていきたいと思います。皆さんどうぞ。はい、どうもどうもどうも、来ていただきました。お願いします。はい、お疲れ様です。あ、もう喋っていいのか。あ、もう喋っていい、もう喋って。あ、びっくりした、びっくりした。どうだった、どうでした。信じられへん。あ、急に関西弁になっちゃった。決戦投票させてね、せめてね、せめてね、あれ決戦かなと思いましたけどね。決戦投票かな。今日のイベントが終わったら純也と話し合ってもらう。純也くん、純也くんお昼すぐ死んじゃったから、うん、僕絶対純也くんのことだけは殺さないとか、純也くんのことを何としてでも生かすって言って、純也くんはふざけて、じゃあ俺は山谷殺すって言ってたんですよ。本当だった、本当だった。じゃあね、有言実行
本気だった。冗談のやつでしょ、どう考えても。わかんないけど、多分人の情がないから。どうなん結果どうなんですか、うん、はい、そういう方なんですね。大丈夫そういう方なのか。でも、はい、たくちゃんのあのだってお昼の様見てさ、はい、で今だったでしょ。なんで俺だけに話しかけたの。腰を腰を、そっちから。確かに視野が狭くて、それが合ってる。そうそう、それが合ってる。今視野が狭い、はい、そうなんです。違う、多分俺たちじゃない、こっちに行く。そう、どっちかというと、ね、大きく、ね、向こうの、どう思った。これ今僕らの段階で誰のことが疑わしいですみたいなことを聞いてもいいんですか。あ、やっても大丈夫。あ、ちょっと面白いね、はい、面白いね。皆さんは今の段階で誰が怪しいと思ってますか。カラーを上げてください。ここも含めて。あ、ここも含めていいよ。あんまりこう言わないように、何色とか。そしたらバレちゃうんで。そうね、はい、それをしなければ大丈夫です。なるほどとか言ってくれれば。あ、なるほど、こんな感じですね。ということは、はいはいはい。あ、でも俺、はいはいはい、はいはいはいって言いつつも誰のカラーか分かんねえや。今俺はとりあえずはいはいって言いながら自分のカラー上げてたら顔覚えるかな。おお、よく見て。いやでも好きだから上げてる可能性もありますから。そっか、それはそう。この色は、え、誰か言わない言わない言わない。待って、後で確認しよう。後で確認しましょう、うん、あ、では1日目始まりそうです。肘噛まれた、痛っ。肘早く早く、肘噛まれた。3日目の朝がやってまいります。皆さん目を開けてください。目を開けてください。それでは人狼によって追放された方を発表いたします。追放された方は、市川太一さんです。うわマジか。市川さんは扉の前を進みください。一言も喋ることができません。それでは3日目の議論スタートです。うわあ、大地君マジか。いや、そんな、まず僕カミングアウトしているので結果を言ってもいいですか。占いの、はいはいはい、まあ、さっき僕がまあ黒出しして、うん、でまあ一応占い師としてね、一応出てた、うん、うん、今亡き彼にやっぱ、まあ、投票したっていうことで、はい、まあ、ジュニア君どっちかなって見て白、はい、白でした。お、はい、はいはいはい、見た理由は合ってます、合ってますよ、はい、いやもうなんか分かんなくなってきた。いやでも信頼できるな、こいつ。ここじゃあ一つ僕投下しますよ。僕ボディーガードです。ほう、え、いや嘘だ、今お前は嘘をついてる。いや吉高の犠牲は無駄にしねえぞ。いや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 、じゃあ全部論破します。食べたけど吉高人狼側だから。え、あ、そっか、そうよ、はい、別にいいんだよ吉高は。死んじゃって、あ、そうか、霊媒師さんって。だからこう週はあったじゃないかなって。え、霊媒師、あ、そっか、いいですか。え、ちょっと待って、ボディーガード誰が守ったのじゃ。人狼が出たら言おうと思ってたんだけど、うん、霊媒師で、はいはい、山谷くんは人間でした。裏切り者だったんじゃない。裏切り者の可能性は多分あると思うけど、今んとこ全部人間です。多分裏切り者で、うん、今人狼がトキくんと誰かだと、まあ、見えてます僕からは。まあでもセオリー通りなら役職を言わない方がいいってトキくんは言ってるんで、ね、そう、うん、その中で僕言うっていうのは、うん、僕順番的には一番最初にヤシロ君を守ったのね、うん、で次に市川君守って、うん、で今自分で宣言したからヤシロ君はとりあえず嘘か本当は分かんないけど、でも俺もね、でも死んじゃった。じゃあ次今はヤシロ君、俺を守ったのとりあえず、あ、あ、でも人狼って言われてたわけでしょ、まあていうか人狼なんですけど、うん、でも市川君はだ、俺は市川君には入れてないからね。うん、お、え、これボディーガードは名乗らない方が、まあ名乗ってないボディーガードかもしれないですけど、今でもどう考えてもこの流れは僕になっちゃうと思ったんで、うん、とりあえずその、まあ、ここで言わないと多分流れになってしまうと思ったので、まあ、じゃあまあ仮に次噛まれたら違うってことだよね。ボディーガードってことは自分 の、 その死ぬ確率が上がるから。そうだね、うん、うん、まあ、っていうか、やべ、太一くん、いや太一
チ君、と本当にあの、まあ、一応今占い師一人なので、できればこのターンはこのターンだけでもいいから信じて もらって、じゃあボディーガード、ああでもボディーガードいないのか、いや俺がボディーガードなんだ、いやあの、うん、あのその場合も、うん、まあまあまあ、まあまあまあ、ちょっと置いとこう、一応じゃあヤシロ君を守れます、守ります、守れます、でも今守ったからもう守れない、ね、次はもう守れないから別の守るしかない、じゃあやばいじゃん、というかあの霊媒師がせっかくいるので、うん、まあ、あの僕が本当かどうかを確かめる意味でも、うん、あの釣っていただいて、で、判断して、まあね、せやな、うん、なるほど、そっか、そっか、でもただ八代君は八代君で、うん、裏切り者の可能性がもうある今出てるわけですよ、まあね、そのさ、周吾が占い師だったっていう可能性はないの、可能性もあると思う、ある、ね、2人ともなんか嘘ついてたっていう可能性もあるし、まあ、そうそう、2人ともあの、ああ、まあ、裏切り者っていう可能性もある、可能性としては全然ある、全然ある、うん、いや俺、まあ、山屋に行ったのが間違っちゃったのかなと思って、まあ、山屋君は多分普通に裏切り者だから、うん、まあ、何だその決め裏切り者、決めつけは、うん、決めつけ、あの仕事を全うしたね、うん、仕事は全うした、確かにね、そうね、すごくいい仕事だ、あと本当に面白かった、うん、まあまあ確かにね、でも一人がトキ君だとしたらもう一人は、そう、それが残ってる、二人いたらもうやばいよ、だってこの二人いる、二人いるんだ、二人いる、絶対二人いる、あの花江君のあれを信じるならば、あ、まあそっか、いや二人、ね、僕の見たやつではいます、うん、いじゃあ、怖っ、だから、どうか是が非でも、ま、だからもうこ助けてくれとやればいいんだ、でも現状その特権には悪いけど、特権には悪いけど一回その市民のためにも、まあ証明、まあ、そう、まあ、でも ボディーガードだった場合結構で、そしたらあの花江さんが僕のことを暴いてくれるんで、あ、白だったからお前偽だなって言って分かってくれるんで、これは俺取っといた方がいいと思うけど、判断材料としてここはどうか、いやそれはボディーガードに言っちゃいけないセリフじゃない、お前はボディーガードじゃねえ、力強い、それずるいって、いや、まあ、まあ僕の目線ですよ、ね、俺の見た目ボディーガードっぽいだろ、見た目、いや見た目、ね、見た目ね、強そう、今日96アンだぜ、いやでも結構ある、強いな、その道しかでもね勝つあれがない、うん、そうだ、ちょっと道がそこしかなくて、俺ここが頼むよ、いやいけるって、うん、ここ組んでたらもうね、もう完全に終わってるんで、ね、え、どことどこ、こことここ、こことこは俺もそうなんだよね、そう、うん、役職全部もう他が死んじゃってる、まあ、でな、タクは俺のこといいやつって言ってくれてるから俺は信じるよ、いや、まあ、軽いな、まあ、それ、いや、届いた方がいいと思うんですけどね、古川さん、畑中君はどう思ってる、え、何が、え、そう、全然口数が少ないよね、え、だってなんかリアクションはずっとしてるから、いや、だから多分、うん、あの人だよ、あの、あの人、嘘つきの人、え、何、裏切り単語が出てくる裏切り者の人なんだろうなって思ってて、で、本当のことを言ってて、で、まあ一旦ちょっと死んでもらって、で、やっぱあの花井さんに会ってもらって、っていう構造がもう俺の中にできてるから、もう俺はただ見てる。うん。で俺が思うのは多分裏切り者だと思うのよ、多分人狼ではないと思うから、八代君は、うわー、まあ、でもそのボディーガードじゃなかったらね、証明されるみたいな、ね、うん、そう、てか今黒出しがもう、あ、でも裏切り者だったら結局人間としか出ないから、人間としか出ないです、どっちか分かんない、だからでこの流れで今完全にこの人が結論出しちゃってるから、うん、俺はこの人が正直人狼だと思うんですよね、うん、おー、じゃあ来い来いだからそれはある、ね、おいおい、度胸の座り方やばい、ていうか、まあ、あの俺が釣られて、まあ、裏切り者だとしても白出るけど、それ何の解決にもならないでしょ、だから白だったらね、一応黒宣言、うん、俺タクは信じるよ、ありがとう、そうなん、どんだけなんだよ、早い、じゃあ浜田君もどう、浜田君どう、で俺も、うん、トキ君が人狼だっていうのは、うん、まあ占って分かってる、うん、もう一人が誰か、うん、だもう一人はハバル君じゃない、あ、ちなみに白井さんも白だし、だから、うん、白井さんも白、うん、ハバル君人狼じゃない、やっぱなんかちょっと目赤いもん、目は別に充血してる、コンタクトだから、充血してるよ、それはちょっとそれはコンタクトだから、本当だ、違う、それでは議論が終了となります、ここからは投票の時間となります。自分が投票だと寝ちゃダメね、寝ちゃダメ、ここは起きて、バラを、ここは迷わず、人間側としてはもう迷わずここに行くしかないっていうのは、あ、待ってくれ、俺も、あ、落ちてる、落ちてる、落ちてるよ、ちょっと誰かあの協力してほしいんですけど、あのなんか次誰占ってほしいかとか添えてくれたら嬉しいです、そうね、どうしよう、そうだな、じゃあ浜野さん占う、
ああみんな何も俺に言わずに花を渡していくんですけど、もうこれではっきり、待ってよ、はっきりするから、そう、そう、ちょっと一回はっきりさせよう。でもこの感じ昼もやったじゃん。危ねえと思ったら俺ボディーガードですって、そんな2回もやっかな。でしょ。ただ今もう今日生き延び、あ、今日釣らなくてもどうせ殺される運命にはあるとは思う。遅かれ早かれ、まあそうだけどね。だったら違うやつ釣っといた方が俺いいんじゃないかなと思ってて、でずっと怪しいなと思ってるのは、大丈夫？大丈夫？くださいよ、じゃあ。何の意味ないもん。いや俺はもう信じるしかないですから、もういいよ、カモン。それでは投票が終わりました。本日最多得票はトキさんです。トキさんの追票が決定しました。それではトキさんはバラを置いていただき、扉の方へ向かってください。そして最後に一言遺言をお願いいたします。いやもうこのようなね賞をいただきまして、賞29年生きてきました。もう本当にみんなからこんなに花をもらえる日が来るなんて思わなくて、こんなねいい声の人たちがもうね本当にもうね大好きみんな、でも買ってくださいね。ありがとうございました。はい、では恐ろしい夜がやってきません。今回の人狼バトル回答の勝利です。マジか。マジ、じゃあ本当に2回目同じことやったんだ。あれ、あもう一人人狼は、え誰だっけ、もういないの、イチだったんじゃない。あ違うよ、イチは違うか。いやえじゃあシューゴか、シューゴってこと。いやでもトッキーが知ってるはずだから、それはないよ。いやっていうか山だったんじゃないの。あ、そっか、あそうだったら、ちょっとしたらヤバすぎますよ。嘘ついてたと、嘘ついた、あ裏切り者、裏切り者、あ、あ、うわ、え、でも、はい、では回答の勝利で終わりました。出演者の皆さんどうぞステージへお越しください。いや、わかんねえよ、じゃあ皆さん席にお戻りください。ただいまーと、さあお戻りください。え、どっちが勝ったの。俺が人間？人間。あ、俺らが勝ったんだ、よかった。では順番に花井さんの方から役職を出していきましょう。どうぞ。裏切り者でーす。人間でーす。霊媒師でーす。あ、預言者です。あー、裏切り者です。何事してる？何事してる？裏切り者の仕事して、普通に協力してくれって、あれ？なんだこれ、人間です。ボディーガードです。うわー、ボディーガードか。で、人狼です。あ、人間です。言うまでもなく人間でございました。顔、どうしたのその顔は。何か喋れる、何かだけ教えてもらってもいいかな。名前くん、お名前教えて。人狼です。はい、やばー、ありがとうございます。嘘。では簡単に今日の流れおさらいしていきましょう。積極的に人狼である山谷さんが出たんですけれども、預言者対決でちょっと信用度でね、信用度でちょっと負けてしまいまして、うん、先に人狼が行かれてしまうと、うん、その後今日裏切り者も出てきてくれたんですけれども、もう最後ですね、トキさんが見つかってた、そうです、ね、見つかってたので、はい、まあ惜しくもですね、人狼は負けてしまいましたという結果になりました。はい、はい、ということで今回、回答側の勝利でした。改めて拍手お願いいたします。はい、では皆さんこちらへどうぞ。出演者の皆さんこちらへどうぞ。はい、最後になりますけれども、皆さんから一言ずついただきたいと思います。市川さんからよろしくお願いします。はい、なんとか一日生き残ることができましたよ皆さん。
たくさん信じてよかったねえ。山谷くん人狼になるとちょっとダメだね。ダメだね。またね、皆さんと一緒に人狼やる機会があったらまたやりたいと思ってますので、もっともっとね、いろんな役職とか経験できたらいいなっていうふうに思いました。本日はありがとうございました。はい、吉高とはデビュー当時からもういいよその話、友人でした。あの頃はえのきさんえのきさんと可愛かったんですけど、変わっちまったな。でも昼と違って最後まで生き残れてよかったです。またこういう機会があったら、ぜひ参加させてもらえたらなと思います。今日はありがとうございました。いやでもね、やっちまいましたよ。確かに俺が山屋に投票しちゃったから行っちゃったんだよね。俺ここで社に行くべきだってその後思ったもん。なんで山屋行っちゃったかなって。ごめんなさい。まあ、なんかこれを曲にまたもしね機会があったらちょっともうちょっと上手く立ち回れたらいいなと思います。ありがとうございました。はい、なんかのらりくらりとあそこまで行きましたけれどもね、まあ、周吾とその市川くんがなんか役職持ってそうだなっていうのはこの1回目の昼の人狼でやっぱりなんとなくこう癖じゃないですけど空気感でそこは見抜けれたんですけど、やっぱプレイングがうまくいきませんでしたね。もっと人を食えるように勉強したいと思います。今日はありがとうございました。はい、中村周吾です。ですね、やっぱなんか役職持ちだって僕が言ってそこに票を集めてくる人はちょっと怪しいなと思ってたんで最後の遺言で言わせてもらって、最後の最後に票を傾けてきた特技はマジで怪しいと思ってたんで、そこにね、思って占ってくれた八代拓の愛の言葉を、ずっと後ろで語ってたんで、それは DVD をご覧ください。怖っ。本当にありがとう、ありがとうございました。はい、昼夜ともに人間側でございました、野上翔です。いやーもうね、心が晴れやか、本当に。ただ今回ね、夜の部はあまりおしゃべりをすることもなく退場してしまいましたが、もうちょっとね、なんか頭がいい人は羨ましいなとかなんとか思いながら、まあ、自分らしく正直にこれからも生きていこうと思います。本日ありがとうございました。いやーみんな頭良かったな、すげー。ああ本当にね、途中からマジ本当何言ってるか分かんなかったんですよね。いやでも全然すごい、でも俺もなんか分かろうと思ったら最後の方とかなんかすごい分かれてなんか一緒になって溶けた気持ちになったから超嬉しかったけど、俺全然何も活躍してないっす。でもまたなんか呼んで楽しかったから、またよろしくお願いします。ありがとうございました。いやすごい悔しいですね。やっぱり裏切り者としてあんまりこう機能してなかったので、もうちょっとこうねえボスをフォローできたら よかったなってね思ったんですけど、態度が悪いからね本当にね。そう投票しちゃったんだよね。でもすごい頭を使って、昼よりと楽しかったので、またやりたいと思いますし、ちょっと今日は残念ながらね梅ちゃん来れなかったんですけど、また、梅ちゃんも合わせてみんなでまた人狼できたらいいなと思いますので、その時はぜひよろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、浜野大輝です。今日は朗読の方から含めてですね、すごく、まあ、結構長い時間こう見ていただいたんですけども、まあ、いろんな盛りだくさんでこの人数で楽しいことをできて、人狼やっぱ難しいけどこう練習してね、またやってみたいなというか、また参加してみたいなというふうに思います。初参加でしたけれども、皆さんのおかげで本当にすごく楽しく、プレイングすることができました。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。人間の感覚っていうのはすごく面白いもので、本当のことを言っているのにすごく怪しく見える人と、全然嘘を言ってるのに本当のことを言っている人っていうのが見えて、毎回それに引っかかるっていう、すごく悔しいなと思うところがいっぱいあった昼夜だったんですけれども、なんていうか、また人狼をこうやって楽しむことができてよかったなというふうに思いました。まあ、裏でまだいろいろこうやんやんやんやとやってるところがですね、DVD の方についてまいりますので、ぜひぜひそちらも楽しんでいただければと思います。本日は本当にありがとうございました。はい、
改めまして八代拓です。まあこう人狼イベントっていうのは本当にこう今日自分がどれぐらいの時間帯にこのステージに上がるかもわからないみたいな、そういうなんかこうランダム性みたいなのもすごい面白いなと思いながらやってたので、まあ、本当に花井さんがおっしゃったようにまた今度は梅も含めてみんなでねまたやれたらなと思いますし、そしてしっかり、パッケージングされたら周吾の愛の言葉を聞きたいと思います。買いたいと思います。ちょっとボスがただならぬ雰囲気を出しているので、ボス最後に、ボス最後に、譲りたいと思います。本当は今日はありがとうございました。ボス、ま、真ん中でやりますか。そうですね、ボス、正確なボスって何だ。オーラが出てる。純也この野郎お前裏切ったじゃねえか俺をよ。決戦投票だろあそこは。いやいや当たってたから。どっちでも狼だよ白井この野郎。お前は狼なの。それはマジでごめん。変わっちまったマジでごめん。トキこの野郎、お前仲間だろうがよなんで入れてんだよ。びっくりしたぞおい、なんで入れたんだあいつ。確かに信じられねえよ。確かに、あれ多分どっちが残っても死ぬと思ったからさ。死んだけどさ本当にタクこの野郎、お前もうまいじゃねえか予言者。なんかそれ、褒めるができたからだよ。ありがとうございます。あといいですか、不満は。あ、もう大丈夫です。よし、うん、そうですね、昼夜と、ね、昼はすごい後半まで行きまして、まあ、夜はあの前半パートがすごい長くて、で結果的には結構長い時間ではあったんですけど、多分皆さんもっと見たいシーン、見たい人、いろいろとあったかと思います。でね、まあまた見たいという気持ちすごいあると思います。 DVD 発売されます。それ以外にもまたこうやってイベントがきっとあると思います。このメンバーでやれると思います。このメンバーに梅ちゃんもまた加えて、その時にリベンジを果たさせていただく。ちょ、これ時間ちょっとあるでしょ。少しだけもうないか。多少あるじゃないですか。なんかそのどうしたらよかったのかなっていう話し合いみたいなものをそこまでここでここでどうしたらよかったのか。あのそうね、それちょっとね、あの心残りあるよね。あるよね。あるあるある。あ、本当ちょっとだけならすごい、なんかなんかイッチーとかさ、ヨメヤ君人狼になるとダメだねとか言ってたけど、違う違う、どうしていったら。俺はヨメヤ君が裏切り者だと思ってたの。だから本当に人狼2人残ってるなって思ってて、あの市川君がいなくなったから名乗り出たんだよ。僕はあのね、人狼だったんだけど、まあ、その預言者として立ち回ろうっていうのは一応決めてて、ただあそこでイッチーがこう預言者もう出てきてもいいんじゃないって言ったことで、まあ、出てくる流れかなと思ってちょっと周りを見渡したんだけど、うん、どうやら出てこないぞというところで、うん、これは一丁かましてやるかっていうところでも出ていった結果、ちょっと日焼けした？あ、やめてください。このタイミングで、このタイミングで、この時間で、真面目にやってください。タクちゃんがね、はい、どう、まあ、正直上手だと思ったけどね。うん、いや、うん、もしかしたら裏切り者が3人目で出て本物シーンを勝ち取るか。うん、あ、なるほどね。はい。まあなんかめちゃくちゃ全力でフォローして、うん、本物の預言者を殺しに行くかどっちかじゃないですかね。悪い方に転んでも山やんは。あの裏切り者だってみんなから思われると思ったから、だと思ったんだよね。そう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 、切られる、はい、そう思われたら結構正解だと思います。あそこで切られると思ってなかったところで、裏切り者の白井さんと裏切り者の花井君と同じ人狼である時俊一が僕に入れたんだ。そう、それはダメ。それはね、本当にそれは一番ダメ。それはもう本当にそれはダメ。それはダメ。そうだっけ。それは救いようがない、うん、ガチで間違えた。一体大多数じゃん。ごめんごめん。何それ。でもそうね、フォローするわけ、フォローするわけじゃないんだけど、白井さんまだゲーム終わってないのに隣でずっと山役に入れたら間違いだったなって言ってた。バレるバレる、バレる、言わっちゃダメだよ。それはバレるな、ね、はい。でも同じ仲間として見てて、トキ俊一はもう人狼さん人狼さん顔を上げてくださいね。顔合わせの段階でなんかねすごい硬かったの。いや、ああ緊張してたと。で、シューゴにあそこで入れたじゃん。そうそうそう。あれっていう、あれがね、ちょっと怪しすぎたよね。あれは完全に怪しかった。あれ、決戦投票にそうだ、ね、したらまだ違ってたかもしれない。あと、なんか DVD で後で確認してほしいんだけど、ヤマヤンが追放された時の後ろの時俊一のこわばった顔がヤバい。へぇ、なるほど。あれはそれはぜひ出ちゃった。いや、絶望ですかね。あのね、仲間が出荷されていくみたいな顔です。お前が入れたいが
違うだね。そうか。あれは出荷される前提だったのね。ね出荷される前提って何？仲間を。いやまあまあだからもう。なんだその前提。ね。ぜひ皆さんにそれは DVD で確認していただくとして。仲良くしようぜ。はい。ということで、はい、悔しい話はですね尽きないですけれども、またイベント等々あると思いますし、はいはい、これからも皆さん頑張っていきますので、はい、これからもジンローバトルの応援ぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ごめんね。いや難しい、ね。ありがとうございました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 。生放送ライブもありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました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 。人狼だったけども、はい、人狼だったけども。うん。でもタクちゃんがあそこで予言者として出てこなかったら、うん、僕が予言者ってことになったんだよね、うん、実質、うん、君のせいなんだよ。Thank you.